はい。超栄太郎です。まあ、一本目のね、動画でも話してましたが、その情報っていうものを、の扱い方は非常に難しいなっていうことがあります。えー、直近でね、二つのね、火災に関する事件と事故、まあ、火災事故ですよね、ありました。まず東京のね、あのー、一番最上階のね、 えー、燃えるということで、もう時系列で、あの、都内なんでカメラも回ってっていうことがありました。なんであんなに燃えるんだと。ね。なんか、大変な事件じゃないかっていうふうに思われたんですよね。まあ、ところが、後で調べてみたら、その、可燃性の液体が巻かれていたとかそういうことでもなく、ちょうど地理的な問題だったり、位置的な建物の構造上で、 で、ましてや乾燥していると。もう東京なんて、二十何パーセントあの湿度が。三十パーセント切ってるような状況と風で一番上だっていうことで、あんな風に燃えたっていうことなんですが、その中で、各テレビが、あのー、映している中で、私が見て、まあもうどこの局とか言わないですけど、もう明らかに、まあ、人が、 立っていて、何かをこう、ペットボトル状のもので、その、液体をかけているように、っていうふうに思った時の報道の仕方が、まあ、それってよくよく、ま、見てみれば、水をまいて、うーん、消しているもあるけど、液体にをかけて燃やしているもあるんだけど、 あれだけの火が見て、期待だったらもうとっくにもう全身燃えてて、そんなわけじゃないんですけど、まあそういう報道の仕方をしちゃったもんだから、で、その、あと、結果っていうのは、外から外部から人が入れるような状況ではなく、中にいた人なわけなんで、そのことがっていうことになってって、もっと言うと、え、ー 著名な方で、その親子関係、どういうような状況というのは分かっていって、ああ、これはそういうことか、ということなの。これ以上はちょっと言わない方がいいんですよ。あの、うん。で本当に言えないようなことなんです。言ったら、亡くなった方たちの名誉だとか、いろんなことを気づけることになるんだけど、それはなんとなく雰囲気で分かったんで、私触れてないんですよね、これ、最初しか。 面白おかしく扱っていいもんじゃないっていうのは直感で分かったんですね、これ。あれこれ違うぞ、と。うん。なので、触ってないんですよね。これって何かって、最初の時に火事っていうことは言ったと思います。でも、後追いで面白おかしくなんだって言えない、あ、これは言っちゃいかないな。うん。というのは、人が映ってどうこうだったら、これが、 悪意があることならもうここをどんどん他のところも出てくるんだけど、これ、あれこれ違うっていうことだったと思うんですね。うん。それと同じくして、札幌すすきのでの、あの、放火火災なんです。これはもう明らかに事故です。元と,と付き合っていた男女関係のトラブルなんです。おそらく燃やした方の40代の男は、 うん。で、被害に遭ったことは、これが、うん。だから、いけないんですよ。いけないけども、その女性の方もちゃんと交番に届けていって、中止命令とか全部やってて、なん、なんかおかしかったわけじゃないです。で、警察も動いているんです。だけどもっていう話なんだけど、もう、やった方の男はもう意識不明の渋滞とかもおそらく。で、これを深掘りしていくと、 うん、女の子は気の毒なんですよね。だ、だから、だからなんですよ。その、怪我の状況とかもあるので、面白おかしくできないです。で、ただ面白おかしくできないし、うん、防ぎようがないですよね。これ。これは、本当に、何度もこのビルとかの火災っていうか、この放火、えー、ガソリン等を使った、 犯罪はもう、防げないです。防げないどころか、やった人間も、もう重症化死ぬんで、実際そうなんです。過去の。もう重症化死なんですよ。はい。いちいちどの事件って言ってるわけじゃないですけども、本当に自爆テレみたいなやつだから、防ぎようがないですね。ね、そういうことに、 なるっていう気持ちっていうのは、昨日今日じゃなくて、すごい長い年月かかってなってんですよね。うん。あの、それを、なんていうのかな。あの、解けほぐすっていうことは、その人間に寄り添ってですよ。親身になって毎日のように語り合ってって。いや、そんなことは現実的不可能なんですよ。あの、年齢がいった、ね、50代以降の、 あの、自分で自分の命をっていう人のことを強固に思ってる人を説得するのと、のを変えるぐらい難しいです。その難しいですもん。若い人たちなら、まだこれからとか、まだ明日か未来が希望がっていうことを言えますけど、年々いってそういうふうに思う人っていうのは、いろんなことのもう絶望、絶望、絶望っていうことになっていって、 言って未来がないという判断なもんですから、うん、なかなか難しいんですよね。まあ、今回40代ということで、うん、だけど SNS とかに自分の気持ちを言っているんです。例えばそういう書き込みに私もわかりますみたいな。あの サインは出してるんだけど、それをいちいち拾っていって助けるっていうことはできないです。現実問題。昔は本当にそんなことダメだよって、寄り添ってなんて言っていたんだけど、その寄り添う側が疲弊していくんです。これも無料でボランティアでやってるなんていうことは、本当にとんでもないことになっちゃうんで。う そこ見て触れれるか触れないのかっていうのは私ちょっと考えてるんですよねうん。そういうことを考えてる私みたいなおっさんのインフルエンサーとそうでなく何でも飛びついて何でもこうやってやっていくっていう人たちの差がここにまあ大野くんの件でもあったんじゃないのかな。私がすごいとか素晴らしいとか言ってるわけですよ。感覚的な問題なんですよ。これ本当に。 あの、あ、これはいい、これは悪いっていうのは、向き不向きなんですね。それがたまたま私が向いてるっていうだけの話だと思います。それは内容によって、いや、これあんまり喋りたくないけど数字がいくからなって言って喋ってることもあるんですよ、実は。うん、ここは許容範囲だなっていうようなこともありますよ。正直言って。あの、私これ商売でやってますから、ここならギリギリ大丈夫。うん。 だから、皆さんに聞いてるわけじゃないですか。インターホンの件はどうなんですかどう思いますかって。折田さんの件はどうですかと。ここに、避難とか、これ誹謗中傷に遭うのは、やっぱり政治家っていうのはそこに耐えなきゃいけないですね。やっぱり。その、てめえバカ野郎この野郎はダメですよ。どうなんですかっていうことに答えなきゃいけないっていうのは、政治家は義務があると思います。まあ、あとは、経営者。ね。うん。 あとはその団体の立場に立ってる、ね。うん。蝶と名のつく人たちはその時になったら、ある程度のことは喋んなきゃいけないかなっていうのはあるんですよね。まあ、あとは、この、親。ですね。親。 子がやったことに親がっていうこともあるんだけど、今そんなにじいちいち出てきてすいませんでした。昔みたいなことしなくてもいいんだけど、やっぱりそれをやられた方のが鎮静することはあります。正直言って。うん。今、こう、なわれている少年犯罪の、うん、事件でね。まあ、たまに親とか祖父、 とか出てくる場合がありますけど、その状態で出てくるのは違うんです。やってない。そんなことない。いい子だっていうふうに言うんだけど、事実は後から出てくるといい子じゃない試しがあるので、それはちょっと違うなと。いうのは感じますけど。ま、あちょっと本当に、あのー、この、大野くんの話になりますけど、スタート者がどれぐらいの訴訟を起こしてどれぐらいやっていくかっていうことによって、この SNS での、あのー、 話こう、噂話をどこまで拡散するかっていうことに関してね。ねいや、メディアはわかるんですけどね。これは違う。うん。噂話、伝聞の類。で、こういうこと言うと、お前もそんなこと言ってきたじゃないかって何年も前の話を出されるんだけど、時とともに変わってるっていうことですよね。うん。 7年前、5年前、3年前と今ではやっぱり違うってことです。その、その出し方の重さが。年々厳しくなっていく。だから、ね、今はこう言ってるから、3年前ぐらいのことで、お前だってガーシーの時にどうのこうのって言われたその時はその時なんですよ。特にこの1年でぐっと変わってます。そういうことも考えないで、上げ足取るような言い方すると、っていうことです。あと一つ、そうなんですよ。ここのところで、まあ、これも、 そ、うん、うそうそう。これが言いたかった。ある、うん、動画配信者が、この火事の件のことを、これはおかしいっていうふうに言ってるんですよね。だけど、コメント見ると、お前もおかしいぞって言ってるんですね。<laughs> お前もそうやって、その動画を出し、そうやって言ってるってことは、おかしいぞって言ってるんで、<laughs> この、おかしいぞの言い方の、おかしいぞを出す、のも、考えてやらないといけないですよ。 うん、だから、面白かったのは、大野くんの件なんですよ。大野くんの件を、<laughs> これ、す、すごく面,し面白いって怒られるけど、大野くんが、その、オーガニックで捕まったどうのこうのっていうような、いうのを知らない人は、え、そんなことがあったのってなっちゃうわけですよね、これ。 だから、私は言ってないけど、ここに来て、大野くんがそういうことであったって話はできちゃうわけですよ。それはスタート者が言っちゃってるから。それを、それを言っちゃいけないって話はないわけですよね。不思議なんですよ、これ。言わなきゃわからないことが言ってしまうからわかるってこともあるんで、いたしかよし。だけど、それのリスク、そのマイナス面を考えても、これは言うべきだっていうふうになったんだと思います。ね。はい。まあ、ここはね、 あの、頑張ってほしいところですね。はい、以上です。